ートしました。月曜日スペシャル第1弾慰めをお届けします。右手の保持音をきれいに伸ばして内声部を控えめに弾くのがポイントです。慰め、疲れているときは一緒に屈伸運動、柔軟体操を少しやってみる。こういう心遣いが子どもたちをリラックスさせると思っております。暑いときは喉が渇いていないかな、寒いときは暖房つけようかな、先生もいつも誰かに助けられております。皆さんも励まして勇気づける子どもたちの長所を見つけて伸ばしてあげましょう。手首や肩もお化けのように柔らかくリラックスリラックス、音のダイナミクスにペダルの踏み替え、多彩な奏法も少しずつ身につきます。ピアノ弾くなら基本が身につく。子供たちとハイゴレーのように遊びながら学ぶことも得意でございます。お、なんだか美味しそう、なんだか先生が寝ている間に、この子たちきっと何か探検しに行ってたと思うわね。レモンちゃんね、モフちゃん、僕たち昨日の夜は実は枕投げしてたよね。そうだそうだ、まったくだ、かくれんぼしたり楽しかったね。ソルフェージも楽しく言葉をつけてリズムも楽しく覚えてみてください。せんべいかすてら、あんぱんぽいえるすべおのあべいあべよいあべいいあんだラクタラクボゴジロラクダダルマさんが転んだ。あ、最初はグー、あ、じゃんけんぽん、生まれたて、あ、1歳、あ、3歳、あ、6歳、シニアの方まで楽しく学べます。
子の皆さんのお話きちんと覚えております。先生はいつもきちんと教えてもらったことは書いております。それでは